私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。先日の11月22日に婚姻届を出して、お付き合いしていた彼と正式に結婚。ママさんたちもすごく喜んでくれたの。他人の幸せを自分のことのように喜んでくれる人って本当に貴重だよね。そういう人たちを大事にしていこうって思ったんだ。なるみさんが結婚すると思わなかったな。しかもまさかあんなイケメンさんだったなんて噂には聞いてたけど、すごいよね。そんなことないよ。ああ、謙遜しちゃって嫌な感じ。え、なるみさんなんて所詮顔しか取り柄がないのに、なんで結婚しようと思ったんだろう。今度旦那さんにゆっくり聞こうかな。なるみさんのどこが良かったんですかって。ちょっとその言い方は失礼じゃない。だってさ、男って顔とスタイルですぐに選ぶでしょ。なるみさんも所詮は顔で選ばれた人だから、捨てられるのも早いかもね。美人は3日で飽きるって言うし、なるみさんも飽きられないように気をつけな。お付き合いの期間も長いし、同棲してる期間も長い。彼が顔で選ぶような人じゃないと私は。はいはい、まあ人生何があるかわかんないからね。万が一離婚することになったら私に教えてよ。その時はその彼、私がもらってあげるから。そうならないように頑張るわ。はあ、なるみさんが結婚するなんて本当に予想外だわ。結構前から言ってたでしょ、今年結婚するって。なんだかんだ言って結婚しないと思ってたのよ。なるみさんってずるいよね。ずるいって何が。仕事もできるし、子供もお利口さんでしょ。そんないろんなもの持って、ちょっとは人に分け与えてくれてもいいのに。子供とか家族はもちろん分けられないから、お金って形でいいよ。は？今度の食事会のお金出すだけでいいからさ、お願いできる？むちゃくちゃなこと言わないでよ。私だって別に何でも持ってるわけじゃないし、舞子さんだって可愛いお子さんと旦那さんがいるじゃない。いるけど、そんなのなるみさんと一緒じゃない。なるみさんだって旦那もいるし、子供もいるから一緒でしょ。それに私の旦那よりもイケメンで給料いいし、私の子供よりもなるみさんの子供の方が頭いいじゃない。そうやって自分の家庭と他人の家庭を比べるのは良くないよ。私だって一回離婚してバツイチになってるわけだし、所詮はないものねだり、隣の芝生は青く見えるってだけ。今持っているものを大切にした方がいい。これでなるみさんが妊娠なんてした日には周りから妬まれるかもね。なんでお祝いじゃなくて妬みになるのよ。なるみさんのこと嫌いな人って結構多いのよ。お金持っててイケメンの旦那捕まえて、子供もお利口さん、そりゃ夜道気をつけないと何があるかわかんないわ。物騒なこと言わないで。さっきも言ったと思うけど、私は何でも持ってるわけじゃない。それに仕事は私が頑張ってきた結果でしょ。それをとやかく言われたくないの。いいな、なるみさん人生楽しそう。お気楽で生きていける人間なんてこの世に何人いるんだろうね。私生まれ変わったらなるみさんになりたい。そうやって自分で努力するわけでもなくて、あの人がいい、あの人がずるいって言ってたら何も変わらないよ。は？現状を変えたいなら、まずは自分が行動しないと。私だって今の会社に入るまでいろいろ大変なことがあったし、もちろん今だって大変なことが。ああ、やっぱりムカつくな。なるみさんって何でも持ってる癖して、持ってませんみたいな発言して、そうやって私を惨めな気分にさせて遊んでるんだね。なるみさんって性格悪いよね。前から気づいてたけど、けど気をつけないと。本当になるみさんに恨みを持つ人多いからね。私は心配して言ってあげてるんだよ。今まさに悪意を向けられてるもんね。違う違う、私は心配して言ってるだけ。分かったらちゃんと警戒しておくように。なるみさんが結婚して、結構周りがいろんな意味でざわついてるから。ご忠告ありがとう。変な人に絡まれないように気をつけておく。1週間後。なるみさん、ごめん、本当にごめん。どうかしたの。実は体調がすごく悪くて、病院に一緒にいてほしいの。今なるみさんの家に向かってるから。私の家に。そのまま病院に行った方がいいでしょう。それにそんなに体調が悪いんだったら、運転せずにタクシーとかで。運転はギリできるけど、お願いなるみさん、すごくお腹が痛くて病院に一人で行くの怖い。旦那さんとか家族は。実は今日旦那と子供は旦那の実家に帰ってるの。めちゃくちゃお腹が痛くなって病院に行かなきゃいけないんだけど、怖くて。お願いついてきて。
いや、そんなこと言ったって私も家のこととかあるんだけど。お願い、このままじゃ私もうダメかもしれない。なるみさん以外に頼れる人がいないの。お願い。わかった、ちょっと旦那に話してくるから待ってて。あに切ります。私は旦那に事情を説明して病院に付き添うことになったの。でも合流した後の彼女はすごく元気そうで、なんか様子がおかしいんだよね。かかりつけの病院に行くって言ってるんだけど結構遠いし、どこに向かってるんだろう。1時間後。バイバイなるみさん。ちょっとここどこ。病院近くのコンビニでトイレしたいって言って降ろされて、私もトイレしてたらあなたの車がなくなってる。歩いて帰ってきなよ。あなたが財布も何もいらないって言うから持ってきてないんだけど。財布持ってこなくていいって言って正解だった。私が財布持ってきたら支払いを押し付けるみたいなこと言ってたからね。スマホはあるけどお金はないっていうか、何がしたかったわけ。お腹が痛くて病院に行こうと思ったんだけど、途中で痛くなくなったの。コンビニに寄った後、なるみさんの存在をすっかり忘れて帰っちゃったって感じ。ちょっと存在薄いんじゃない、なるみさん。いや、今気づいてるんだから帰ってこいよ。無理無理、ガソリンもったいないでしょ。なるみさん、そこから自力で帰ってくればいいじゃない。車で1時間かかる道だと歩いたらどれぐらいなんだろう。明日は土曜日だし仕事には問題ないでしょ。ウォーキングウォーキング。ちょっと本当にふざけないで。こんな山奥だったらホテルとかもないし、歩いて帰るには遠すぎる。そんなの知らないよ、自分で頑張って帰りな。私またお腹痛くなってきたから急いでお家に帰ろうかな。最初からこれが目的だったってわけね。人聞き悪いな。なるみさんの存在感が薄いから置いて帰っちゃっただけ。ちょうどいいじゃん、綺麗な夜空を見ながら山の中探索したら。最近クマが出るとかニュースやってるし気をつけてね。確かに変質者とかも怖いけど、そういった動物も怖いな。今すぐ戻ってきて。私のことを奴隷かなんかとでも思ってるの。なんでなるみさんの言うことを聞かなきゃいけないのよ。お腹が痛いっていう割には元気そうでおかしいと思ったんだよ。頑張って歩いてね。次の日。なるみさん、無事に家には着いた？さすがに家には着いてると思うけど、足パンパンなんじゃない？変な人に襲われたりしなかった？私すごく心配で眠れなかったんだ。置いていった諜報人がよく言うよ。聞いてよ、今日旦那とラブラブ夜のドライブデート。子供は旦那の実家に預けて、今日は二人で久しぶりのデート。なんかなるみさんに申し訳ないことしちゃった、ごめんなさい。今更謝るの？謝るなら昨日謝ってほしかったわ。正直旦那とうまくいってなくて、なるみさんに嫉妬してたの。でも久しぶりに旦那とデートができて、なんか落ち着いたっていうか、なるみさんに悪いことしちゃったなって感じて。昨日置き去りにした時点で感じてないっていうのがもうだいぶ問題だけどね。まあまあ、過去のことは水に流してそんな怒んないの。旦那とのドライブデート素敵。星が綺麗に見える高台に私のことを連れてってくれるんだって、ロマンチック。あ、そうですか、よかったですね。なるみさんのことを山奥に置いていったのは申し訳ないけど、なるみさんが生意気だから悪いんだよ。あんたも山奥に置いていかれるけどね。え、あれ、旦那がいないんだけど。なんで。おい、どこに行っちゃったの。おい、まだ星が綺麗に見える高台についてないのにどこに行っちゃったの。トイレ休憩だってコンビニに寄ったら。昨日の私と一緒だね、置き去りにされたんだよ。は、昨日のこと旦那さんに話したんだよね。私が話したってより私の旦那が話したんだけど。私の旦那が私を置いていくわけないでしょ。こんな山奥に女を一人置いていくなんてありえない。昨日あなたも私に同じことをしたじゃない。なるみさんは強いからいいかもしれないけど、どうするのよ。私財布持ってないよ。スマホの電子決済で払えるタクシー呼んだら。私電子決済ほとんど使ってなくて、一応アプリは入ってるんだけど、まとめて支払い使えないようにされてるし、クレジットカード持ってないからチャージの方法がないの。なら本当に歩いて帰ってくるしかないね。昨日なるみさんはどうしたの。そのネタバラシはこの後するとして、私に何か言うことない？旦那にバラしやがったな、このクソ女。反省は全くなしってことね。オッケー、わかった。ここで謝罪の一つでもしていればまだマシだったかもしれないのにね。わざわざ旦那に報告して本当に性格悪いんだから。
それじゃあもう二度と会うことないだろうからさようなら。ちょっと待ちなさいよ、なるみさんが迎えに来なさいよ。こら、ゆりとひまわりとまいこのライン。走れまいこ、風のように、山の中を軽く早く、笑い声をゆりがあげる、地獄の光の星になるよ。ヘイ、ジングルベル、ジングルベル、地獄行き、早く地獄に落ちればいいのに。ヘイ、何やってんのよあんたたち。そんなふざけていい雰囲気じゃないことわかんない？私旦那に山奥に置き去りにされたんだけど、普通に薄着で寒い。あなただってなるみさんに昨日同じことをしたじゃないですか。これが本当の因果応報ですね。ゆりと一緒に歌うの楽しかった。やっぱりこの時期になるとクリスマスソングがいろんなところで流れるもんね。みんなも一緒に歌う？可愛らしい音楽に合わせてゆりの地獄の音楽を。ちょっと迎えに来てよ。あと旦那にも迎えに来るように言ってよ。 LINE 無視されてるの。あなたの旦那様はなるみさんにしたことを知っています。そしてとても怒っていました。そんな怒る必要ないじゃない。知らないんですか？なるみさんの会社とあなたの旦那様の会社は取引をしています。え？マジで？最近大手との仕事が決まったとか言ってたけど、もしかしてそれがなるみさんのところ？ちゃんと話を聞いてあげてくださいよ。旦那さんはちゃんと言ってたみたいですよ。取引先の人だからって妻にこんなことするの？こんなことでなるみさんに許しを請うつもり？そういうつもりではないと思いますよ。だって昨日なるみさんは私たちと楽しいドライブをして帰りましたから、そもそも怒っていません。楽しいドライブって何？ゆりはなるみさんのことが大好きで、なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視しています。なので昨日あなたがなるみさんを山に置き去りにしたことを知っているんです。じゃあすぐに迎えに行ったってこと？それでも1時間くらいは寒空の下一人寂しくしてたんだろうね。なるみさんはあなたが車を出している真後ろをぴったりとくっついて走っていましたよ。尾行みたいで楽しかった。マジ？なのであなたがいなくなった後、私たちはすぐになるみさんと合流して帰りました。楽しかったな。みんなで買ったおでん美味しかったね。夜中に食べる寒空の下のおでん最高。あなたはありえないくらい食べていましたけどね。だって冬のおでんって美味しいんだもん。じゃあ私も迎えに来てよ。私本当にタクシー呼べないの。このままじゃ帰れない。そもそも旦那もなんでこんな意地悪を。あなたが先にしたことでしょ。取引先とか関係なく他人にそんなことをするなんて許さないと怒ってましたよ。そんな、だからってここまでしなくても。頑張って帰ってきたらいいじゃないですか。歩けばいつか着きますよ。そうだけど、そうじゃないでしょ。旦那もムカつくし、なるみさんもムカつく。なんで私がこんな目に遭わないといけないの。くしょ、寒い。まったく困ったものですね。本当になるみさんの周りには変な人しか来ない。お願い助けて。なるみさんに迷惑をかけた人を助けるつもりはありません。私の大切ななるみさん、もし私が気づかずなるみさんが一人寒空の下だと思うとどうするんですか。なるみさんの綺麗な手に霜焼けなんてできてしまったら。あなたのようなゴミくず人間のせいでなるみさんの手がカサカサになってしまったら。いえ、その時は私がなるみさんの手を優しく握りしめて、はーっと息をかけて、そして丁寧にハンドクリームを塗ります。するとなるみさんが、ありがとうゆり、いつも助かってる、なんちゃって、キャー、妄想の世界から帰ってこーい。寒い、早く迎えに来て。なるみさんに連絡しようかな。私のなるみさんにこれ以上迷惑をかけるつもりですか。今迎えの車が到着したようなのでそれに乗ってください。最初からそうすればいいのよ、このグーズ。どこまでも態度がでかい人ですね。その車がどこに向かうかも知らないのに。ああ、とりあえず車の中はあったかい、助かった。あなたにはリアルサバイバルゲームに参加してもらいます。参加する前に命の保証はできないので離婚届にサインをお願いします。え？そして寒い雪山の中サバイバルをしてもらいます。気をつけてくださいね。
場所によっては地雷が埋まっていたり、いきなり見えない糸で腕ちょんぱされたり。ゲームの世界みたい。サバイバル雪山。生き残った一人だけが自由になることができます。参加人数は300人。一体誰が生き残るのでしょうか。そんな大会をまた開いてるんだね。またとかどういうこと。ユリは本当に顔が広くていろんな施設を持ってるんです。なるみさんに迷惑をかけた人はそこに送り込んで命がなくなったり拷問されたり。へえ。いいですか。他人を信じてはいけません。いつ寝首をかかれるかわかりませんから。足元の地雷、見えない細い糸、そして上から降ってくる落下物、あとはどこに潜んでいるかわからないサバイバー。安心して眠ることはできないと思ってください。何のためにそんなことをするの。何の意味があって。意味？意味などありません。なるみさんや他人に迷惑をかけた人が泣き叫んでいる姿を見るのが好きなだけです。ど変態。怒らせてしまったら最後、ユリから逃げることはできません。そしてあなたは車に乗ってしまいました。最後の一人になれば生き残ることができますので頑張ってください。無理よ。私そんな知識ないし生きていけない。無理よ。謝ります。ごめんなさい。調子に乗りました。悪いことしました。もうしません。もうしません。口先だけの謝罪はいらないので頑張って勝ち残ってください。うぎゃジングルベールジングルベール、時刻行き、ユリに目をつけられたら終わる。みんなも気をつけてね。その後、舞子さんの旦那さんからは何度も謝られた。私はただ夜のドライブを楽しんでおでんを食べただけだから別に気にしてないんだけど、まあ普通に自分の奥さんがそんなことをしてるなんて知ったらね。早く本性を知ることができてよかったですって清々しい顔で離婚してた。舞子さんは今は雪山でサバイバル中。開始早々に地雷を踏んだらしくて満身創痍。食べ物を確保するためにも頑張って働くしかない。雪山ってだけでも大変なのに敵も多いし、食事だって自分で見つけないといけない。彼女は今頃私に絡んだことを後悔してるだろうな。でも最後の一人まで生き残ることができれば、その反省を生かして今後の人生はもっといいものになるかも。負けてしまえば来世に期待ってとこかな。私以外にも意地悪してたみたいだし、自業自得。ねえ気になるよ、ユリの秘密。秘密？ちょっと前の話で言ってたじゃん。何か秘密があるんでしょ。どうしても知りたいんですか。知りたい。そうですね。もしどうしても早く知りたいというのであれば、メンバーシップで見れます。メンバーシップって何ができるの。特別な動画を見れるんですよ。私の秘密はもう少し待っていただければ見れるかもしれませんが。やだ、早く見たい。どうしても早く見たいのであれば、先ほど言ったメンバーシップで見れますので、他にも可愛い新キャラのマネちゃんも見れますし。何それ。私というものがありながらこの浮気者。しゃあ、ふん、なんか見る気なくなっちゃった。私たちの秘密の話も聞けますよ。え、私たちがどうやってできたのか、裏話のような話です。つまり私たちの出生秘話のようなものですね。何それ。実はあなたはメインキャラじゃなかったとかなんとか。え、何それ、気になる。じゃあ私も見る。もし気になる方がいたら、ぜひメンバーシップの方も覗いてみてください。ユリの秘密を暴くぞ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。